坂月さんがあんたを見つけて追ん出せってよ。やりやすか。勘弁してよ。やだぜ俺。別に会議をぶっ壊そうってんじゃないでしょ。まあ足が壊してんのは制度だ。どうもごちになりやした。うまかった。長旅だったね。どうだったベガパンクのおっさんは。見えやしねえんですが、すげえもんが完成してやした。つまり大花七部会はもういらねえ。あははは、水郷だぜあんた。マジでどうでもいいけど、ここの飯はさすがにうまい。食ったらどうです。相変わらずまだ断食中ですかい。姉ちゃんがあーんってしてくれたら食っちゃうな。面倒でも3年は何も食ってねえけど。